大便村虐殺事件は、ベトナム戦争時の1966年2月に、ベトナムビンディン省大便村で、韓国軍が住民65人を虐殺した事件である。1966年2月、ベトナムビンディン省に駐屯していた、大韓民国陸軍首都士団は、早朝に大便村を訪れ、住民68名を一箇所に集めると銃撃を加えるとともに、 手榴弾を投げつけて、婦女子を含む65名を殺害した。生存者はわずか3名であった。大便村では虐殺された犠牲者名を記した、異例と事件を記録した壁画が設けられ、生存者が虐殺の証言を行っている。2008年現在のベトナムでは、韓国軍によって少なくとも9000名が、虐殺されたとも、あるいは30万人を超す。 ベトナム人が虐殺されたとも言われている。韓国政府は、ベトナムでの虐殺や強姦など、自国の過去の蛮行を公式に認めようとしていない。韓国兵の行為には、韓国のメディアも、人権活動家も目を向けなかった。その根底には、韓国人のベトナム人に対する人種差別意識が原因との見方もある。無差別機重装車や大量殺戮。 女性に対する強姦殺害、家屋への放火などが1966年2月には、ビン・ディン・ショ大ビン村でも行われた。韓国軍猛攻部隊によって、住民68名を集めて、不女子を含む65名が虐殺された。そのため、虐殺事件以前の名前は平安を意味するビン・アン村だったが、最終的に1004人が村で虐殺されたために、 平安な村という名前は続けるのは不可能だったとして、ベトナム戦争が終わって既存した人々によって村の名前を西側の栄光を意味する大便に変えられた。2015年2月26日、大便村で開かれた犠牲者49周年慰霊祭には村のすべての人々が集まって参加している。ありがとうございます。